1930年頃の広島市。京橋側を渡る鉄道橋の下流側が、時和橋。1945年被爆後の広島市。上地図と位置関係を確認。脱橋していないとわかる。時和橋は、広島県広島市の京橋側に架かる道路橋。JR 広島駅から市内中心部へ向かう時に渡る橋の一つ。城北通り筋に架かる橋。 西詰めは、市内中心部の白島にあたり、最寄りに、広島電鉄、白島線の白島停留場がある。上流に、JR 山陽新幹線及び、山陽本線の鉄橋があり、右岸五岸は、東部下岸緑地が広がる。下流に、出径園、少し先に下ると被爆橋梁の栄橋がある。正式表記は、時和橋であるが、 原爆戦災死などの被爆資料や橋名板では、旧橋名の床橋が用いられているため、現在でも床橋の方も多く使われている。また、市の資料などでは、常板橋も使われている。反省時代、防犯のため城下には架橋規制が敷かれており、京橋側には上流にある神田橋と下流にある京橋のみであった。また当時、元川分流点から下流にある 沿江川分流点までの京橋側は神田川と呼ばれていた。この位置には私場が設けられていた。明治時代に入ると架橋規制は解かれ、1879年、この地に目標として架橋、徳葉橋と名前がついた。大正時代に入ると地元では時葉橋の名が使われるようになる。1911年に掛け替えられたが、1923年6月洪水により、 破損した。1928年6月に水害により流出してしまったため、翌1929年に鉄筋コンクリート桁橋として再加強される。その後、西詰めに広島市警防団、白島分団本部が置かれるようになる。当初は鉄製鉱ーを用いていたが、太平洋戦争に入ると金属類、回収令により全て軍事供出され、 石生鉱乱に変えられた。1945年8月6日、原爆被災。強章のアスファルトが熱線により自然発火。石生鉱乱は乾い落ちたものの、脱橋はしなかったため、避難者はここを渡って、市内中心部から東へと逃げていった。ただ、西詰めの警防団本部にあったガソリンが炎上し、猛火となったため、一時渡れない時もあった。その後修理され、 使われていたが掛け替えが決定。1975年に一部供用を開始。2年後に急業が全撤去され、1978年に現在の形となった。1974年課境工事中、下流側が新橋で上流側が急業。1981年課境後、原橋、時和橋周辺。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。下が、時は橋で上が、JR 山陽本線及び山陽新幹線。ありがとうございます。